エールズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-8ホークス相手陣11ヤードからサーダウン2、攻撃権更新まで2ヤードの獲得が必要です。タッチャー、クォーターバック2番、プレイアクションからワイドレシーバー4番に対しエンドゾーンへのパス、このパスを4番がエンドゾーンでキャッチしタッチダウン、崩壊6点獲得です。